神殿で、やっとどうにかこれだけアイテムを集めることできたんですけれども、ちょっとこれ以上集めるのは難しそうなので、ちょっとここは一旦保留にしたいと思います。それで、このダークプリズマリンを取ると、このネザーポータルのレシピがゲットできるんじゃないかなと予想してたんですけれども、違ったみたいです。次はこのネザーポータルを作り、着火し入る。ちょっとこれを狙っていろいろアイテムを集めてみたんですけども、全然このレシピがもらえないので、ちょっともう少しいろいろ冒険してみたいと思います。濡れたスポンジになった。どう使うんだろうこれ。あ、水がなくなる。ああ、そういうことか。なるほどね。ボン。おお。あ、できた。レンガか。レンガって初めて取ったな。あ、植木鉢だ。こういうことかな。これか。水中呼吸。お。あ、減るのか。水中呼吸じゃないじゃん。なんだあれ、初めて見た。なんだこれ。特になんもないな。このエンダーマンとなんとか戦って、だいたい性格が分かってきました。この目を見ると怒って追いかけてくる。水の中に入れない。怒ってる時にもう一回目を見るとワープする。倒し放題。使えるものはない。何かアイテムを使うんじゃないのかな。あ、またあったあれ。何なんだろうな、本当。やっぱりなんもないな。何なんだろう本当に。何か意味あるのかな。ガラス張りにしてみました。ちょっとまた作りたいものがあるので作ってみます。できた。
これはゴミ捨て場です。いらないアイテムを置いて捨てることができます。溶岩ライトです。まあこんな感じかな。わあ、壊れた。まあしばらくこのままにしとこう。